1月27日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて89円3銭高い 28,635 円21銭でした。トピックスは 12.07 ポイント高の 1860.07 でした。東証一部全体の6割にあたる1291銘柄が上昇、下落したのは全体の4割弱814ということで、買い物先行指数小じっかりというのが東証一部でした。新興市場マザーズ指数全引き時点ではマイナス 0.62 ポイント、 0.62 ポイント安だったんですが、大引けではプラスに浮上しまして 5.33 ポイント高に、切り返しておいています。日経ジャスダック平均株価も全引け1円60銭高でしたが、大引けでは9円と73銭高ということで上げ幅を拡大して終えています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は 28,500 円前後の持ち合いが続いています。今日は 28,600 円台、89円高でありました。なかなか強い買い材料もないんですが、かといって売り材料もない。国内で出ている大どころの決算発表はおおむね好調という見方が強いようです。どちらかというと買い物先行しっかりとした動きになりました。その業績発表に絡んで今日買われていたのが6988日東電工であります。こちら市場予想を大きく上回る形での増額修正と、それがポジティブサプライズになったようで、今日は大陽線を立てて株価は一気に節目の1万円を抜きました。今日終値では740円高 7.9% の上昇で、株価1万100円と1万円台を取って引けています。一方で先ほどですね、27日15時に大引け後に決算発表を行ったのがファナックになります。まずファナック今日の動きからチャートからです。6944ファナックは今日は650円高 2.3% の上昇で引けています。大どころの製造業がかなり決算がいいということで、ファナックへも期待感が集まったようです。そのファナックが大引け後に発表した決算でありますが、こちら業績予想通期見通しの増額修正をかけていますね。こちらをお伝えしておきましょう。従来の予想に対して売上高が 5.9% 増額しまして5323億円としました。営業利益も従来854億円予想でしたが、これを1058億円と 24% の増額でした。純利益も従来予想の718億円に対して882億円と 22% の増額をかけています。ファナックは第3四半期の決算発表と合わせて21年3月期通期の業績見通しをいずれも増額修正しています。想定となる為替レートですが、ドル円が100円、ユーロ円が120円ということで、足元のレンジに比べるとやや円高方向に見積もった上での増額修正になります。これが明日株価にどう効いてくるでしょうか。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。